八木町は、兵庫県八部市大町八木にあった、日本の城、国の史跡に指定されている。八木町は、標高409メートルの、土、城山と、そこから南東へ約450メートル離れた、尾根伝いにある標高303メートルの、城山の2カ所がある。城山にある方は、八木城と城山の方を、土城と呼称されており、八木城は、八木市が、土城は、 変異が在場していた。しかし、近年の発掘研究では、食法器に回収されていると資料上とも、同時期に回収しているとする指摘もある。ヤギ城、土城を合わせて、ヤギ城と呼ばれているが、八木石城、ヤギ土城とも呼ばれることもある。田島国には、約220の城が存在している。このうち、豊臣政権時代には古文書から4箇所しかなく、さらに、 徳川政権時代には、伊豆市場の一箇所のみとなり、陣屋は、豊岡陣屋、村岡陣屋、さらに、行野の大館所の三箇所となる。八木町は、豊臣政権時代まで存在していた城である。この城の歴史は古く、鎌倉時代からの城として、重要な遺構が残っていることから、1997年3月6日に、国の史跡に指定されている。伝承によると1063年、 平来国が全九年の役で功労があり、源頼家から田島国が与えられ、八木の地に築城したのが始まりではないかと言われているが、確かな資料はないとし、不明とする指摘もある。その後千百九十四年に朝倉高清が源頼家から田島国を与えられ、朝倉城を築城し、朝倉市と平市の間で何度か合戦があり、朝倉市は、 平氏に勝利し、朝倉高清の第二子、重臣を、八木城の城主とし、八木の姓を名乗られ八木重臣となった。以後八木氏は十五代、三百年以上にわたりこの地で、栄え、第六代城主、八木氏英は、田島国主後、山名時宇治、三名時期の重臣となり、大田垣氏、柿屋氏、大野将氏と共に三名四天皇に数えられた。第十五代城主、 八木豊重になると、田島国の状況にも変化が出てくる。田島国主後山梨の勢力が弱体していくと、小田氏と毛利氏が田島国に手を伸ばしてきた。八木豊重シ書状によると、天正3年11月に、八木豊重は、吉川元春に田島国の状況を報告し、出兵を混成している記述が見受けられる。また、織田信長の命に従い橋場秀吉を、 総大将に1577年と1580年の二度に渡って進行してきた。これに伴い1578年時点では、小田勢に属していた、大野将正しぎ、柿谷三政、山名雄豊と、毛利勢に属していた、柿谷豊属、大田垣明信、八木豊重に勢力が二分したようである。八木豊重は、表面的には、毛利勢に属していたが、 後に態度が変節していったと思われている。天正4年段階には、八木氏は、はっきりとも売派であったが、天正6年段階では、消極的になっていたようであるとされている。第一次田島国侵攻は、天正5年11月上旬開始されたが、光月城の城主、光月正則が無本したため、橋場秀吉軍は、国を撤兵、同年月日に、 光月城の工場戦を開始しわずか7日間で落城した。この時、張馬国と田島国に戦線が拡大するのを恐れた、橋場秀吉軍は、田島国に関してはそのままの状態となり、八木と吉毛もそのまま止まった。しかし、翌1578年には、橋場秀吉は武田城にいた。信長後期によると、橋場筑前は、田島国へ相働き、 国衆前々のごとく召し出し、武田の城に木下小一郎入り置かれ後期と記している。つまり6月には、橋場秀吉軍は武田城に入城しており武田城を拠点として、田島国の奪取を企て、おそらく、八木城周辺が織田軍と毛利軍の最前線となっていた。天正7年7月毛利軍に属していた吉川元春隊は、 カキや豊か続くの要請により竹野まで出軍してきたが、南城市が後方で離反したため撤兵した。これにより、八木豊重は、毛利方から小田方に寝返り、橋場秀吉軍の軍門に降ったと思われている。その後、橋場秀吉に従って、八木豊重は、稲葉攻めに参戦し、天正8年5月21日鳥取城の工場の拠点として、八木豊重は、 若桜鬼ヶ城に入り守備していた。しかし、天正9年3月18日鳥取城に、吉川京平が入城すると、吉川元春は巻き返しを開始、若桜鬼ヶ城に向上し支えきれず、田島国へ退却してしまい、八木豊重は、その後行方不明となってしまう。百八十五年、八木城の城主となったのは、別所重宗で一万五千石で登用された。 別所重宗とは、三木合戦で亡くなった別所長春のお父にあたり、東条城,城を本城とし、矢口城を市城としていた。別所長春は毛利市についていたが、別所重宗は小田市に属していた。しかし、東条城,城が1581年の橋場秀吉の城ありとなると、別所重宗は、しばらくの間本城は持っていなかったようである。 別所主ゲが入場すると改修に取り掛かり、食法勢力の象徴として、石垣の城に改修した。その後、別所主ゲとその後を次、八木城城主となった、別所義春親子は、九州征伐、小田原征伐、文禄の役に参戦したが、八木城の実績は不明である。八木城が、廃城になったのは、1600年の関ヶ原の戦いの後、別所義春が、 丹波北由良藩に天保になり、後継の藩主が置かれなかったため城は、廃城となったという。この城には、地の谷、古屋が谷などの地名が残っている。この地名の舞台になったのが、1577年と1580年の、橋場秀吉田島国信攻の時だったのか、いつの時代かはっきりしていないが、工場戦に関連している。八木城は大軍に囲まれ、小さい戦いは、 毎日行われていた。せめては決定だにかけ水源を立つために、老婆に大金を与え、金流寺村の少し奥から水路を引いていたことを突き止め、水の手を立つことに成功した。工場軍は総攻撃を開始し、ヤギ城へ攻め登ってくると寄せてと戦闘を繰り返した。谷は地で染まり、谷川の水に溶け、この地域の人はこの時から、地の谷と呼ぶようになった。 また隣の谷には弓矢の応酬があり、古谷が国と呼ばれている。またこの戦いの最中、八木城の姫が琴都峠に逃れていき、そこから八木城を眺めると炎で燃えていた。絶望した姫は琴都峠の頂上近くにある池に身を投げて命を絶った。数日後、黒髪と着物の袖が浮かんできたことから、この池を袖勝ちと呼ばれている、という逸話がある。 八木城周辺地図、国土交通省国土画像情報をもとに、作成八木城は平安時代末期からある城であるが、現在の移行は戦国時代末期から安土桃山時代に大きく改修された。田島国の戦国時代の城郭には縦掘りや縦掘り群が見受けられるが、八木城には存在が確認されていない。同地域は比較的平穏で、 縦掘りまでの防御施設は必要なかった可能性が指摘されている。ヤギ土壌は土壌山標高409メートル、飛行310メートルの急な峰に、東西90メートル南北330メートル、15メートル20メートルの作平地が15段ほど針状に連なっている。八木石状の詰め状として機能していた。 四角は17メートル17メートルとその北側には幅16メートル高さ4.2メートルの掘り切りを構築している。ヤギ土壌の特筆すべき点は食い違い孤高で安土桃山時代に作られた。この食い違い孤高は別所重宗時代かヤギと重時代か不明であるがヤギと重時代ではないかとされている。それ以外のヤギ氏時代の移行が考えられる。 土壌山は南北に車を廃しているが、街道に面した方に通路が設けてある。これは、車内部を見えないようにし、この城を向上する際に街道沿いから敵兵が登ってくることを想定していたと思われている。八木土壌は別所茂宗が入場時には、田島国は安定しており、山奥にある八木土壌は放置された。八木石城は、八木市時代に、本丸、 二の丸を中心に、東西、南北四方の段球場に作平地の車を並べ、この主要部分に、別所茂棟時代に高さ9.47メートル、幅50メートルのの面積みの石垣を貼り付けた。上域は、東西340メートル南北260メートル、ある。本丸の北西に天守台、南東隅に矢倉台、東隅に、マ型古行も設けられた。 西側はここをのみ石垣が積まれている。本丸の周囲には帯車を巡らせ、八木土壌へ向かう方向には幅15メートルの放り切り、南側には7段の車、南西には6段の車、北側には3段の車を配置している。この改修は、城郭としての防備はあまり考慮されていないと思われている。兵庫の白気候によると、この八木石城は一見未完成に見えるとしている。 これは、軍事施設としてではなく、領主に力を示すためのもので、城の正面だけ高い手垣とと櫓を立て、城下町から見えるようにすることに意味があった。追記の目的が、軍事的目的から、領国支配を安定されるためのシンボルとしての、新式の城郭が築かれたと思われている。山陸には実行時を、はじめ4カ所の寺が並んでおり、寺町、城下町の名残と思われている。 また石垣は他城との比較で、文禄前半に築かれたのではないかと推定されている。上記年代が下ってくると、本丸の石垣の高さも次第と高くなっており、追記技術も発展している。八木には小笠名、戸の屋敷という場所があり、1989年に一部発掘調査が行われた。それによると12世紀から14世紀の初頭にかけての中国製 さらに幅5.2メートル、深さ2.3メートル、長さ35メートルの掘削された堀跡が検出された。全貌は明らかになっていないが、戸の屋敷、館の防備施設だと思われている。15世紀の遺物が発見されていないことから、戦国時代の戸の屋敷がここではない可能性も高くなるとしている。戦国時代の館跡は、栄昇寺と柳田に寺の付近に、 別所吉原の勘があると理想的としている。その理由として、金星城郭によく見られる八木石城の直登城ルートがあり、また城下町の中心に位置し、城下町の整備が館を中心に進められていたと推定している。八木城にはいくつかの市場があったと推定されている。一時期、養父市のほぼ半分程度が八木市の勢力範囲の時もあったと考えられている。 八木城登山口入口。ありがとうございます。